末金さん6月成績。巨人キラーなのにこの3連戦中打数1安打で何度もチャンスで凡退。だから復帰が早すぎるって言われてたやん。十分リハビリさせずに1軍上げてるし。156本塁打なら上出来。ちょっと活躍して目立つ。こいつのデータ持ってきて。速攻で対策される。ヒーヒーこいつに限らず打者はもうこのスパイラルから抜け出せんわ。空研究されればこんなもんよ。生粋の巨人ファンやからしゃあない。信長の野望やったことあるやつならこの人の名前初見で読めるよな。ベンチでの表情が辛そうだった。昨日の3点差6回西満塁から三振、8回西1三塁から遠ゴロはしびれたわ。ビシエドダブついてるしトレードでもらえばよかったのに。低めに変化球投げと客ルクルするってバレたな。勝利が無駄に打たれてたのスライダーカットが浮くからだろうな。スペだし言うほど長打ないし全然怖くないよ。低め変化球にクルクルなんてバレたというか随分前からみんな知ってたような。ご視聴ありがとうございました。